とずっと追い続けてきた夢を諦めるって辛いんだぞ。ふざけんな。こっちがどんだけしんどい思いをしたか分かってるのか。これは青春の全てを捧げ駆け抜けたお笑いコンビの感動の物語。お疲れ様でした。好きです。私河本の娘です。暴走スイマーズは俺の誇りだ。交換日記をしなければ解散せずに済んだのかもしれない。僕たちの交換日記。